聞く自衛隊。自衛隊で働くことについて肩の力を抜いてゆったりと聞いていただく番組です。今回の聞く自衛隊は経理です。毎月自分の収入から食費を引いてもこれだけ残りそうでやりくりするのが得意というか好きという方もいると思いますが、自衛隊だとそのような人にはどういう仕事がありますか？自衛隊は体が資本ではありますが、デスクワークもたくさんあります。経理もその中の一つです。自衛隊員の給与の計算や手当の認定などを行う大切な職種です。あまりスケール感がわかりませんが、自衛隊全体のお金の流れに関われるということなのでしょうか？そうですね。自衛隊が行う施策は予算に基づいて行われています。経理は様々なプロジェクトに関わることができるので、自衛隊の中のお金の流れを広い目で見ることができたり、大きな金額を扱う場合もあります。経理の職種で何か変わった仕事はありますか？海外に行くこともあります。海外訓練や海外派遣などでも現地に派遣され経理業務を行うことがあるんですよ。なるほど。経理という仕事でも海外での仕事に携わることもあるのですね。自衛隊ならではの仕事で経理のスペシャリストを目指すという選択肢もありますね。聞く自衛隊、いかがでしたか？まだ他にも自衛隊で働くことについてお話をしますので、ご期待ください。